サピエンテス・グラディオが創立されたのは今より十数年ほど昔ヨイスという東方正教会の修道士によってでした当時ヨイスは思想を同じくする同志と共に布教とボランティアを行っていました各国の植民地政策に反対し 人種差別撤廃の意識を強く唱えた主張に多くの人々からは指示を受け多くの支配階層からは敵視されましたしかし危険分子と迫害されようがその活動が鈍ることはありませんでしたその正しき道を歩んでいたサピエンテス・グラディオが いつから変わり、どうおかしくなっ,ていったのかギョレメの谷まで行き直に賢者ヨイスに会って確かめるのです彼ならば必ずやラスプーチンの力の秘密を知っているはずです